にありがとうございます。ご案内試験は私二つ県でございます。そして BSF プロジェクトの皆さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてプロデューサーであり、この曲を作詞を担当した加藤拓也さん、よろしくお願いします。加藤拓也です。よろしくお願いします。いやもうお姉さん、今日ありがとうございます。本当にお忙しい中、名古屋のビッグな名店のシーンの徳田千鶴さんに来ていただけるなんて、もう、でもね、夢のようでございます。もう BSC の皆さん、いろんなイベントで一生懸命この国水バンクを支援して寄付金を募ってきました。で、今日いよいよその贈呈式ということでございます。どうですか、一区切りという感じですか。そうですね、あのメンバーね、本当に一生懸命呼びかけてくれて、はい、今日もまさにですね、NHK の、ビデオのところでライブね、そしてオアシスでライブやらせてもらった時も、この曲をね、熱唱させていただきましたんで、ちょっとお返ししますか。はい、持ってましょう。はい、すみません。皆さん、ご挨拶どうぞよろしくお願いします。はい、今日ですね、このすべての光へという曲は、三重県出身のね、僕たちのお姉さんでもある阿部静江さんというですね、本当に僕もちっちゃい頃にからね、名前を聞いたことがある本当に大物の歌手の方がですね、地元に恩返ししたい、そしてこの国に恩返ししたいということで始めた、骨髄バンクの呼びかけというものをですね、まさかこうやって一緒に BSC プロジェクトがやらせていただいて、さらに、AKB48 とかね、SMAP とかに楽曲を提供している本当に有名な作家さんの太田道彦先生が曲を作ってくれて CD 化されるなんていうこと夢にも思ってなくてですね、すごいことですよね。はい、で本当にそれを CD ショップに並べるのではなくて、はい、手売りすることで全てを寄付したいっていうことをおっしゃっていただいて、全てチャリティーでやらせていただいておりますの で、 すごいです。そしてファンの皆さんもそのね、思いに本当に思いを感じていただいてね、皆さんで口ずさんでくれてますので、ありがとうございます。寄付してくださった方、支援に買ってくださった方、本当にありがとうございます。皆さんのその大きな気持ちが今ここで形になります。ではこの寄付金の贈呈式を始めさせていただきたいと思います。いよいよお呼びして大丈夫ですか。いやもうね、大物歌手すごい方がこの栄のガスビルに来てくださいました。今ちらっと見えるんですけど、光り輝いてるね。そうね、こうあんまりこう見れないです。そうです、はい、では、はい、お呼びしましょうか、はい、今日すごいゲストです。名前で一番大きなゲストでしょう。阿部静江さんです。どうぞ。どうぞ。よろしいですか。はい、一旦お預かりしてですね。はい、それで
皆さん今日はお集まりいただきましてありがとうございます。今の物理バンクでは約47万人以上の方がご登録いただいていて、患者さんが約3000人待っているんですね。でもその3000人の患者さんが見つからなくて、今、命をつなぐために一生懸命治療して行っています。そういった患者さんお一人でも多くの方にご協力をいただけるように、そして皆さんが大にして多くの方にお知らせいただけるというのは本当にとっても感謝をしています。これからも広げていきながら、骨髄バンクを身近に感じていただきながら、一人でも多くの方にご応募いただければと思います。今日は本当にありがとうございます。今日はこの骨髄バンク光応援団に8月までの CD の収益金、先ほどもご案内しました128,400円、こちらを骨髄バンクと愛知骨髄バンクを支援する会で受け付けております。では、骨髄バンクを代表して先ほどもご案内しました三谷由紀さんに受け取っていただきます。 DSN の絶好、そして加藤拓也さん、阿部茂さん、代表して阿部さんからお渡しいただきます。どうぞどうぞ。すごく嬉しかったのと、今回あえてリアル
水バンクとかドナーとかそういった形の言葉は使わずに、命という漢字を光と読んでいただく、そこだけに焦点を合わせました。なのである種ね、愛唱歌のように歌いつないでいっていただくこともできると思うんですよ。いいですね、はい、もうぜひ皆さんの覚えてガンガン歌っていただきたいと思います。私の現在の夢は全国の地元アイドルの皆さんと協力して、ね、ある時どこかの地方とともにピッ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 ってなったら全国中で生配信ライブをやったら素敵かなと、この歌だけ、そしたらすごい素敵だなと思ってますので、ぜひ皆様そんなことも含めて応援してください。そして皆さんのとてもおひいきにしてらっしゃるアイドルの方々がいらっしゃったら、ぜひそちらの方にも進めてみてください。ただしルーツはこのメンバーです。だから加藤さんの方にご一報いただいてね、はい、そしてこれ歌いたいと思いますと、そういう形で広めていっていただけたらと思います。男性も大歓迎でございます。大歓迎でございます、はい、よろしくお願いいたします。ソロの方も OK、はい、やっぱり阿部静音さんトークもお上手ですよね。もちろんじゃないですから、ハートは静音さんだって。CD の方持ってきてますので、そうなんですね、ぜひぜひ鈴さんサインもしていただいてもよろしいですか。私もしようですよ。そちらの方にはカラオケもついてますからね、ぜひ一緒に歌ってみてください。さあ皆様お待ちかねのようですが、そろそろ行きますか。はい、じゃあここでちょっと私ね、頭の毛を動けてるからね、間違えてくれたから歌詞持ってきたんで、皆さんのお手元にも歌詞ありますよね。はい、一緒にぜひ歌っていただけると、もし覚えてるところあったら一緒に歌ってください。スタンバイもしました。しましょうか。これが日本持水バンク公認応援ソングとなったということなんです。公認応援ソング、そうそうはないんですけどね、それも含めて皆さん、ね、ぜひ覚えていただきたいと思います。ではご用意ができましたら歌っていただきましょう。すべての光を、人は奇跡と呼ぶのだろう。
いました。一緒に歌った。ありがとうございます。本当に参加もしやすい曲だと思うので ね、ぜひぜひどんどん聴いていただいて、今ネットの方で検索してもらうと、はい、ワンコーラスって視聴できるんだよね。だからそれでもメロディーは入ってくると思いますので、ぜひぜひお試しでね、聴くことができますよ ね、親しんでください、はい、それだけじゃ嫌よ。その後はもう本当に200円だけは投じてくださいね。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。もうラストまでの思いをいっぱい込めて話してくださいました。どうもありがとうございます。はい、今日ですね、はい、なんと阿部静江さんご好意におりまして、はい、プチコンサートを、やってもらいたいと思います。大丈夫？このまま大丈夫なんですか？本当にやってくださるんですか？はい、私聞いてなかった。全ての2人を1曲歌ってくださるって、はい、それだけでもすごいと思ったのに。ありがとうございます。プチコンサート？ちょっとお水だけもらってもいいですか？汗だくになる日なのだからね、全然いいの。大丈夫ですか？はい、もうね、前までハンコでポンポンと書いたんで、私ね、SNS 見てる人しかこの話題わかんない。わかんない、わかんない。わかる人、わかんない、わかる人。大丈夫か？はい、すいません、ありがとうございます。じゃあ、こういう、独立ですよね。さっき聞いてなかったのびっくりなんですけど、たくやくんちょっと一緒にいてくださいよ。ね、一緒にいいんですか？はい、ダブルネーターなんですけどね。とんでもないですよ。絶対いっぱいです。すごい。いやー、なんか変な汗が出てきてる。ちょっとね、皆さんの熱気も伝わってきて、そうですね、改めまして、プチコンサートということで、阿部静江さんです。どうぞ。じゃないですか。まあ、全然大丈夫。はい、やっぱり大物の方は高音無料を選ばずっていうけど、山を歌ってくださるのかしら。すごいな、特別ですね今日。スペシャルデーですね。ありがとうございます。そんなに。でもさっきちょっと無茶振りというか、はい、しーちゃんに よかったらやってくれないですかって言ったら、もう心よくやるわよと。はい、やっぱりね、こうしてお会いできるのも一つの縁ですから、はい、ここから、まあ、私の歌を今日は若い方もいらっしゃるから、新曲だと思われる方もたくさんいらっしゃると思うんですね。まあ、ぜひ新曲だと思って接していただければと思いますし、そしてまたいい歌だなと思ったら、へーって、昭和のあの時代にこんな歌があったんだって、そんな風に思っていただけたらと思いますね。私が本当にさっきも申しました通り、 FMI 東海ラジオで番組を持ってました。でそこから喋りながら歌の世界に入ってきたんです。まだディスクジョッキーの仕事を残して、歌手と同時進行で半年間以上は続けたんです。すごく大変だったんですけど、でも続けて、だから名古屋半分、それから新人歌手としての活動が半分。知らなかった。すっごい死にそうでした。いや、僕FMI のね、今 PSJ がやらせてもらってる番組の中で、阿部静江さんがゲストで一度来ていただいたんですね。そしたら9割しーちゃんが喋るっていうですね、すごい事件になりました。すごいことだね。そっからですね、本当に仲良くしていただいて。そうなんですかね。マイクを持つと喋る習性あるんですよね。あの曲へ。そうなんですよ。そしてもね、すごいなと思ったら、昨日も懐かしいところもあるのよ、はい、例えばマルエなんて聞くと、そうするとマルエとマルセンもあったな、ありましたね、ないなと思って、はい、それであれ、マルエとマルセンのこの海外に確か鈴木屋さんが初めて女性だけが入れるお店を作りましたよなと思って、そう。だから昨日ね、結構ね、探索してたの、ね、だから、あ、そうか、だそりゃ変わるよね、いろんなことが。だってあれから、はい、私は歌でデビューしてから、ね、としてもう来年で45周年になるんです。すごい。だから、
なく明治屋もなく、ね、本当にしましたね。しました。なんか円盤が乗っかってオアシス DJ ができたりとかね、びっくりしますよね。スガキ屋か安倍静江さんの口からスガキ屋の4文字を言うと思いませんでしたね。びっくりですよね。女子大生の頃はやっぱり大きな味方でしたね。でしたね。そうですよね。もうね、学生でもね、リーズナブルだから。私は実はスガキ屋の社員でした。
ですからもう常に皆様
に呼びかけていかなきゃいけない。それがこれからの私たちの課題だと思っています。どうか皆さん応援してくださいね。よろしくお願いします。
ところがたくさんあるので、皆さんぜひ一緒に真似してください。それではラストの曲聴いてください。君の瞳に恋してる。
勝手に応援していきたいと思います。私が皆さんにせーのっていうので皆さん一緒に応援してほしいです。私がせーのって言ったら頑張れってお願いします。それではいきますよ、せーの。
ございます。今日はこの後、はい、さらにスペシャルに阿部静江さんも一緒になって、はい、わずかですがこの CG の、販売会も即売会をやるということです。どこで売れるのか、静江さん、ここでやっても大丈夫ですか。いいですよ、はい、いいですよ。じゃあここでやらせてください。このセット転換はどうするの。どうしようかな、もしよかったら皆さん並んでいただけるか。そうですね、はい、じゃあお求めになるという方はぜひこちらのステージに。どうしようか、そっちに座るのか。座る、はい、ごめんなさい、座ります。座ります、わかりました。どこを先頭にして並んでいただきましょうか。姉さんにお任せします。わかりました。皆さんそちらの方にスタンバイされるんですね。では、皆さんはじゃあ、こちらに上がってもらって、こうやって帰ってもらった方がいいかな。はい、お任せします、ね、はい、じゃあステージ横にお集まりいただければと思います。ただいまからすべての光へ CG 即売会を行いたいと思います。ではご準備の方もよろしくお願いいたします。安部静江さん、そして加藤拓也さん、はい、BSJ プロジェクトの皆さんによるすべての光へ即売会を行います。そして本当に今日スペシャルゲストで来ていただきました安部静江さん、はい、今ですね BSJ と加藤拓也がやっております三重テレビの誰やねんで静江の部屋というですね、コーナーをしーちゃんやっていただいておりまして、すごいのがやっぱりオールワンテイクなんですよ。切ってないの、カットしてないの。テレビって撮って撮って撮って編集をして詰めていいものができるわけですよね。する編集なしなんですよ。用意スタートで OK まで全部やってくれるの、すごくないですか。すごい、やり直しなしですよ。一旦固まりました。それね、せーのでドンでやってるのは他に私が知ってるのはキューピー 3分クッキングだけです。あ、ドンピー3分クッキングはガチなんだ。あれ止めてないの。マジでマジでそのまま、せーので撮ってドンってやるからカメラのところにこうやってボールが出てくる。次々今度見てください。だってすごいよね、普通料理番組ってさ、できたやつがまた次また次で編集させてるよね。それが違うんです。だから3分クッキングやってるアナウンサーはできるんです。で生放送みたいな。じゃあその人としみちゃんは一緒ってことですか。まあそれを比べるのも神レベルってことですよね。神レベル。でもそれはラジオでパーソナリティとして喋っていたからそれができる。ここで喋ったトークも際立ってますよね。いや本当にしかも、ね、面白いんですよ、その一発が、ね、だから全部一発で誰やねんはね、成り立っておりますけども、タレントって書いて才能訳すそうですけど、まさにじゃあ僕たちはノータレント。いやいやいや、あれね面白いですからね、見えてる入るんだからぜひ見ていただきたいと思います。ぜひご覧ください。100年目を僕も丸1周年迎えましたので ね、はい、なんでね。そう、私もね、そのしずえさんが FM 愛知からスタートして東京へ、そして全国へ旅立っていたみたいで、たくやさんと BSJ プロジェクトの皆さんも @FM ですね、今は、はい、FM 愛知から @FM に変わって、ね、毎週火曜日、はい、夜やってるということで、私も日曜日の朝やってるんですよ。そういうの、そうだ、そうですよね。あっという間に待っちゃうんですよ。わなって思いますけど、@FM 関係の人は来てないっていうのが寂しいですよね。今度その収録に行ったら行っときます。あ、わかりました、お願いします。ぜひぜひ、ちょっと仕方がなかったらね。そうですね、締めとかなかったら、ね、締めとかなかったらね。そう、どんな風にしてやりましょうね。どんな感じですか。どうしたら、どうなってるんだろう。机の上がいいっていうのは机を下に押します。机をこれ終わりしたい、終わりしたい、机を机に座ってもらって、しーちゃんね、サイン書いてる。ちょっと待ちゃいます、しーさん、机には座れって。間違えた、机には座れない、机には座れ、椅子に座ってま、うん、机を上げて椅子も上げて、そこでサインっていう感じ。上の方、そこの机って言ってました。これ下ろして。あ、それをこっち持って。なるほどなるほど。ここでっていう。じゃあ準備をしますので。はい。しばらくお待ちください。2分3分お待ちください。よろしくお願いします。はい。